まあまあ、ままたね、私の唯一の友達のあの中川パラダイスと一緒にですね、ちょっとお出かけをしてきましてね、あの、今ね、ちょうどあの、幕張の、あ、あ、ま幕張メッセだ。幕張メッセでやってるね、あの、ドラクエのイベントがあるんですよ。あの、ドラクエとあの脱出ゲーム、リアル脱出ゲームがこう一緒になった、あの、イベントがね、若松さんお帰りなさい。 えいや、えー、じゃないよ。なんでいないんだよ。なに <laughs>、相当ドアを閉めてさ。<laughs> だから、せ、だから宣言してたでしょ <laughs> いや、宣言してゃないよ。<laughs> いや、そんなもん、ダメよ、ちゃんと帰ってこないと。<laughs> なんで言っちゃうんだよ。それ言わないで、やっぱりその、真実を伝えなきゃいけないから。 そうですね。普通にフェードインしてて、誰にも知らせないっていうのやりたかったのに、お帰りなさいとか言っちゃってんねん、お前。いや、嫌だもん。首だ、首なんで首なんだよ。いない方がおかしいだろうがよ。宣言しただろ、お前の頭いないからなって。いや、宣言したらいいってもんじゃないのよ。いないっていうのは。おかしいだろうがよ。しばらく隠れてたんだから、俺。どういうことなだそこまでして、やることでもないでしょ。ううん。うん。 いや、だからね、あのー、脱出ゲームやってきたの、リアル脱出ゲームドラクエとのコラボ、今、日本朝もたくさんさ、ポスターがあったんだけどさ、うん、あの幕マクアセスでね、あのあったのよ。うん、ドラクエとのコラボした、うん、リアル脱出ゲームっっ、うんはいはい。で、二人でパラちゃんと一緒に行ってさ。うん、<laughs> 例のね。<laughs> 例のね、もうパラちゃんしかいないからさ。うんうん、したらもう、何すごいのよ、規模が。うん、前ちょっと話したじゃない あのー、雑居ビールでさ歌舞伎町のやってたっってたね雑居ビールの牢屋みたいな感じのもう全然そんなレベルじゃないもう東京ドーム1個分ぐらいあるのよ広さがその脱出ゲームの、えー、ドラクエやいいじゃんだってその普通の雑居ビールでも出れない2人が、うん、2> <laughs> それが出れない2人だろお前らのコンビで <laughs> 出れない2人うん足りないし出れないしうん、うん、出れない2人いやそれでもね行ったんですよで行ったら あの、もう完全にそのドラクエの世界観だからさ、うん、あの、パーティーを組まなきゃいけなかったの。<ー>行って二人で行ったんだけど、四、うん、人パーティーで、あの、<ー>やんなきゃいけないのよ。はい,はいはいはい。だから二人だから、うん、あの、向こうでさ、その、組むわけ。二、ね、人で来てる人と。 いや、それは結構、ちゃんとした勇者とか生死と組まないと遊び人二人だからな、なかなか、クリアできないよね。<laughs> まあ、ホーがね、ホーム室で遊び人二人だけど、うん、一応その職業選べるんだけどね、うん、向こう行ってさ。んで、どうするなんつって、ね、パラちゃんと話してて、いや、どうせならなんかこの、 女の子がいいっすね。ああ、いるの、うん、女の子二人で来てるから、ね。エロい女の子がいいっすよね。<laughs> 夢みてえなこと言ってんじゃねえぞ、みたいなことを言ってたら、そうだ、ん、な、みたいなこと言ってたら、でも結構重要だぞと、こっからね、4人で一緒にやっていくんだから、つって。言って探したら、すいません、なんつって。うん、声かけられてさ、うん、パってさ、見たらさ、あのー、スライムのね、うん、あの、被り物みたいな。うんうんうん かぶった2人組の結構地味めな感じの女の子2人がさいやノーネンレじゃねえか CM やってたけども地味めな感じ文化系のね20代後半ぐらいかな女子からさ声かけられてさ一緒に組みませんかみたいなへえそんなことある向こうも2人だからでじゃあ組みましょうみたいなこと言ってさ組んでさ で、まあ、職業決めんのよ。うん。戦士と、うん、あの、魔法使いと、うん、僧侶と、遊びにね。うん、遊びにしたんだよ、<laughs> やいや、その4つの職業はもう決まりなの。はい,はいはいはい。この決まりを、 この、それぞれが誰やるか、みたいな。ので、うん、あの、選ぶんだけど、うん、あの、結局、あのー、私が戦士で、うん、パラちゃんが遊びになった。ああ、じゃあ、順当じゃね順当にね。うん、まあ、始まってさ、うん、まあ、行くじゃない。でも、スライムの頭被ってんだよね。うん、スライムの頭被って。ちょっと矛盾してるな、じゃあもう。うーん、まあね、モンスターだからね。 変な人たちだね、うん、スライムを被ってくるって。うん、<laughs> ま、結構いたけどね、まあ、グッズというかさ、<ー>ドラクエ好きなんだろうね。ああ<ー>その被ってね。ほ<ー>いでさ、向こう行ってみたらさ、その、規模がでかすぎてね、<ー>クリアの予想時間が、4時間ぐらいかかるのよ。へぇ<ー>3、4時間っていう設定に、そ,そんなに長いんだと思って、なんか、 いち早くクリアしたいと思ったのよ。<う>なるべくその早くさ。うもう2時間とかもう1時間半ぐらいで。もう到達したいと思ってさ。あの、ちょ頑張りましょうみたいな。うもうなんかね、もうなんだろう、う自己紹介も、名前聞いてなかったら名前聞かなかったわ。お互い。 うん、もうとりあえず、その、ね、あが、えー、とパラちゃんっていうの分かってんでしょ、うん、<は>分かってる。でも、な何にも言ってこなかった。<ー>あれみたいな<ー>、うん。普通にそのドラクエ好きの4人が集まって、その脱出ゲームやるみたいな雰囲気で言われなくてさ。でも別にこっちから言うっていうのもなんじゃないねで、始まってさ。ねここはなんか私が、 引っ張っていかなければいけない。僕、早くクリアしたいから。<う>と思って、結構いろいろ、あのー、リーダーシップ取ってやってたのよ、私が。おうおうね、あそこ行こうとか。はいはい、この、そのね、いろいろ持ってるパンフレットみたいなやつを。そこに謎が書いてあるわけさ。<う>で、これは、こういうことに違いない、みたいな。うんうん、へえ、みたいなことやってたのよ。うん、でね、あのー、難しいよね、知らない人だと。うん、そのね、女の子のうちの一人がね、うん、とにかく、なんか、 入ったら街みたいになってんのよ。本当、うん、ドラ、武器屋があったりとか、道<ー>具屋があったりとか、うん、で、もうものすごい広い敷地の中に街があったりとか、うん、あとなんかその、ドラゴンの住処みか、うん、あったりとか、そのダーマの神殿とかあったりするわけ。うんうん、ドラ系だから。で、そこにまあ、いろんなことをやってたどり着いてクリアしていくみたいなことはちょこちょことした謎をね。で、人もいるわけよ。 はい、城のところにこの兵士の格好をしたその生身の人間がいてその人に話しかけるとそのドラクエのセルフみたいなよくぞ来た勇者たちよみたいなことを言うわけさそういう,もう世界観のね。はいはい、でなんか いろいろボードに、なんか、ヒントが書いてあったりとか、街、うん、の人みたいなボードがあったりとかしてね。はいはい。このドラクエみたいな感じで、その、あそこの武器屋には何々が売っているよ、うん、みたいな、なんかその、ボードがあったりとか、うん、でそれをこうよよ読みながら謎解いていくんだけどさ、もう早くクリアしたいからさ、パッと見てさ、まあ、パッと覚えてさ、うん、次に行こうとするわけよ、私は。で、うん、その女の子のうちの一人が、そのね、全部の写真をこう撮るのよ。 はい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 。スマートフォンで。うん。ねそれはその、何ぞんでそううのって聞いたら、あの、どこかで、この今意味がわからない、このセリフが、どこかで役に立つかもしれないと。うん、なるほど。あ、後々。うん、で、後々忘れないために、あの、撮っている。なるほど。っていうんだけど、うんうん、あの、写真を待つ時間がすごい長いのよ。 なんで、パーティー撮れるだろう人がね、ばあ、すごい、ものすごい人がいっぱいいる。同じそのスペースでさ、いろんなパーティーがこうやってるから。はいはいはい。写真撮るのもまあ、並んだりとかさ、しなきゃそのもう、私は、その、覚えて、で、なんとなく頭に入れて、後々使うときに、もう誰かが覚えてたらいいじゃん、と思ってるわけですよ。全部をこう撮っていくからね。時間がかかるのよ。ねで、まあ、ちょっとこの、イライラしだしてね。でもさ、知らない人だから言えないじゃない うんそそパラちゃんとか言ったら言えるけどさ、うん。パラちゃんはどっち派なのパラちゃんはね、あのー、女子側なんだよね。ああ、そりゃそうだろう。だってみんなが撮るってことはさ、うん、それだけ重要だから撮るってことだし、うん、多分それがセオリーなんだろう、撮るのは。まあいろんな。んでんだろ。まあいろんな人が撮るバカなんだから、お前なんか、その自分の考え方で行こうと思うね <laughs> で、多分後から聞いてくんだろうけどね、それ撮らなかったとか、そういうのが。いや、だから実際、うん。実際その写真が後ですっげえ役に立つの。当たり前だよ、そんなの。<laughs> だからみんな取ってんだろお前<う>お前みたいなやつが自分で判断してよ、うん、先進もうとしていいんじゃねえターコ今さかこんなに怒られると思わなかったよいやもう本当トあなたとこいつのそういうとこ<は>俺思い出すよ19の時行った、うん、お前熱海の温泉旅行、うん、<laughs> お前が高速使わねえって言うから下で行ったら下が混んでてお前海で泳ぐつもりがお前、うん、夜の9時に着いた話 <laughs> せっかくね朝一出てんのにね でまさにそうだバカなんだから、<laughs> 自分で判断すんなっつってた。本当にね、37になってもま、ま、まさにそうだのよ。ね、手遅れだな。手遅れだったね。<laughs> で、本当にさ、なんかな、何かを探さなきゃいけないミッションがあった。うん、で、そのことを覚えてたのに、あそこにあれがあったなと思ってて。うん、うん、でね、その女の子とか、他のね、3人が、ちょっと、 あの、あそこにあったっぽいから、み、もう一回見に行こうと。結構離れてる場所だったらそこ、端から端ぐらい。で、私覚えてたら時間かかるからさ、いや、あそこにあったアイテムはこれだよ。って覚えてるよ。カスが覚えてるから、別に行かなくてもいい。って言うんだけど、三人は、いや、それで間違ってたら、また、この、逆に時間かかっちゃうから、見に行った方がいい。そりゃそうだわ。って意見になるのよ。 んで、いや、もう、いいよ、だいぶ覚えてるから、カスが。うん。ね、あそこにあれがあったから、うん。大丈夫だから、つって言って、いや、見に行った方がいい、うん、みたいになって、うん、あの、三人だけ行って私だけこのさ、そのパーティーが。うん、<laughs> いや、もう、それマジで、もう開始、3十分ぐらい。仲間割れじゃん、それもう、普通に。うん <laughs>、で行って帰ってきたら、うん、私が思ったアイテムと全然違うやつでさ。いや、そうなんだよ。 マーカーのくせにやってそうじゃんみたいな。でもそっからよね。全然その私の意見を聞かなくなってきた。全部間違えてんだよ、お前全部よ。全部だから、全然も話も、話も聞いてくれなくなっちゃってさ。あの、B も。嫌なやつだと思ったんだけど俺もそしなんか3人ですげえ盛り上がってんだよ。まあドラクエっていうあれだからさ、あのね、パラちゃんがね、あの、ここはね、せっかくパーティー組んでんだから、あの、 縦に並んで歩きましょうよ。パラちゃんが。パラちゃんが。ドラクエスリーみたいな。で、いいよとかもう私は言ってんの。で、3人はそれですげえ盛り上がってるの。いいですねとか言って。で、私選手だからさ、じゃあ選手の人が一番前ですねとか言われて、先頭戦闘でさ、私がこう歩いてさ、その後ろにね、僧侶と魔法使いがいて、いいじゃんいいじゃん。その遊び人のパラちゃんが、あ、いいじゃんい そんな風に歩いてんの我々だけなのよ。い,<や>いいじゃん、いいじゃん、雰囲気も出るし。ててててーん、<laughs> ててて,てんとか言いながら。いいんじゃねえか。<laughs> 好きだなドラクエが。こうやってさ、<laughs> 3人がわーって盛り上がってるのよ。うん、で、結局結構やっぱ難しくて、あの、ヒントがね、もらえるところがあるのよ。うん、そこ行ったら、行き詰まったら、なんか軽く匂わしてくれるみたいな。うん、で。 そこに行こうと私はしたいんだけど、行きたいんだけど、他の3人は自力で解きたいって言うのよ。でももうこれも時間もかかるしね、ヒント聞いた方がいいだろ。いいでしょって言うと、いや、これ自力で、パラちゃん、これせっかくお金払って、来とるんですから、あの、自力で解かな、これもう、面白いと半減しますよ。そうだよね。みたいな感じで盛り上がってさ、そのヒントのとこも行けなかったりとかしてね。で、ほんとだんだん1時間半ぐらい経ってきたらもうほんとに31みたいに。 ああ、カ日がね、1位で。1> <う>うん、1> 最終的に、うん、どっかの、なんどのタイミングか忘れたけど、うん、巻かれたんですよ、私。<laughs> ああ、もうちょっと、鬱陶しすぎて<れ>。<laughs> パッて見たらいないの <laughs> 巻かれたんだね巻かれたの。うん。うるせえから。うるせえか、まあ、意図的に巻かれたのか、うん、その、向こうの、なんかサクサク進んでて、私がダラダラしたのかわかんないけど、うん、パッて見たらいなくなってたのはいはいはい。スライム2匹と遊びに行くが。戦士 <laughs> を巻いたんだね戦士を巻いたのよ。うん。ほいでー、さあ、あのー、ね、電話をしてね、あのー、パラちゃんに。 居場所を確認しようと思ったらなんか県外っていうかその電源が入ってませんみたいな、うん、全然繋がんなくてさ、うん、最終的になんかなんだろうななんか椅子王様の椅子みたいなのがあったんだよね、うん、出口の近くに出口のとこ行ったら、うんあのー、いつか合流できるだろうってさ、うん、うん、でそこにバー,ーっていたら、うん、1>, 1時間1時間弱ぐらいかな、うん、3人が向こうからさ 見覚えのあるスライム2匹とさ。あ、来た。あずみこうやってくるのよ。うん。うわ、来たと思うんだ言ってやろうと思って。お前いてんじゃねえって言ってやろうと思ったら、あの、おいって言ったら、パラちゃんの先にね、どこ行ってたんすかみたいな。向こうから先にこう、ね、31出してさ、ちょっと何やってんすかみたいなことを言われて、 探したんすよ、みたいな。いや、探したも何もないよ、と。巻いただろうつって言って。いやいや、巻いたとかないでしょ、つって。いや、自分がね、急いでた、急いでやるって言うんだから、急いでやってたらいつの間にかいなくなってたんですやん、みたいな。ちょっとまあ、こうの、みたいになってさ。いや、じゃあもういいよ、つって。もう、もう、会えるわ、みたいな。 何なんでそれ。もういいよ、じゃあ、3人でもやって、つって、もういいわ、つなんかもう。出ていいの、そんな。一人だけも出るわ、って言ったら、いや、そらあかん、あかん、あかん、あかんっす、って、言って、ね。あ、なんかその、パーティーに組み込んでくれるのかな、と思ったら、いやいや、あの、4人で一緒に行かんと、最後のとこ行けないんすわ。だから私が、 の、なんか、も、持ってんのよ。一人ずつ、その、戦士とか、魔法使いとか、なんか、ちょっとした察しみたいなやつ。それ,そ,それがないと、最後の、その、竜王のとこまで行けないと。はいはいはい。だから、四人いないとあかんのですわ、みたいなことを言って、<ー>で、で、探したらしいのよ。うん、ガスがいないっつって。うん で、行ってさ、じゃあ行こうって言って。んで、さ、もうそれでもうほんともうそれでも3時間ぐらい経って。へぇ3、4時間ぐらいかな。ようやく、最後のその、ボスのとこまでさ、行ってさ、下も4人力合わせてね、そのボスを倒さなきゃいけないんだけど、制限時間があんのよ。ボスを倒すのに。で、制限時間以内に倒せないと、全滅するの。はいはいはい。4時間がパーになるんですよ。はいはいはい。 ねほいで、まあ、それも必死超えてやるじゃないん。で、三人行き合わせてやってん私も、まあ、ちょっと飽きちゃってるけど、なんとかこのね、あの、やらないとさ、ファンになっちゃうから、もう必死でやったんだけど、結局、全滅したんですよ。めちゃくちゃ難しいの、最後のその、ボスを倒すという謎というかね、方法がもう格段に難しいのよ。他のと比べて。うん。んで、うわ、死んだ。 みたいなって。もう本当に、照明がこう、赤くなってさ。へー。そんなので、ね、そのテレビ画面みたいなのあるんだけど、あの、おどうしたことか、王様が出てさ、ドラクエよ。全滅するとは何事だ、みたいな。バーっと出るのよ。ああ、ダメだったな、って言ったら。ただ、あの、チャンスがまだある、みたいなことを言ってさ、あの、読んでたらね、一人、千ゴールド。ま、千円ですよ。 1000円払ったら、復活できる。はいはいはい。ね。出たの。んで、ああ、もう一回チャンスがあるみたいな雰囲気。何人かね、その全滅してるグループがいたからさ、パーティーいたからさ、わあみたいになったんだけどさ、私は、1000円かかるかー。最悪だね、それ。1000円かー。と思って、いや、 1000円は、これどうって言ったの。したら、1000円か。まあね、言ってんのよ。僕も3人も。行きましょう。みたいな。もう3人がなってるわけ。いや、1000円はさ払えよって言っまさにこんな感じで。もうパラちゃんが。もうちょっと切れたんだろうね。払えやつって。うん。わ、言うわ、そら。 師匠、師匠言ってけないはいいやいや、もうここまで来たんやったら、もう1000円ぐらい払いましょうや。払ってクリア満たないですかエンディングを。いやー、1000円、エンディング、いやーみたいなことをずっと言ってたら、その女の子二人、ほ本当その日に会ったさ、名前も知らない女の子たちよ。もう、払いましょうよ二人ばってなってさ、いやーとかいつ。 言ってたの。そしたら、もうええってなって、パラちゃんとその、ま、女の子は。もう僕らだけで行きますわ。それもできんの、もう。それもできんの。あの、払いたくない。そうした方がいい。そうした方がいいわ。って言って。そうした方がいいわ。僕らだけで行きますわ、みたいな。いや、そう、絶対そうした方がいい。そうでしょ。で、本当に私だけ帰ったのよ。そこでね。帰れ帰れば。そんなん最帰や。もっと早く帰ればよかった。 それで3人でね、うん、その、まあ、1000ゴールドをさ、うん、払ってさ、で、<laughs> ま、私だけ外出てさ、はい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 。で、パラちゃんをね、この、待とうと思ってさ、こう、待ったの外で。んで、もうしばらくしたらさ、もう出てきてね、うん、聞いたの。 したら、あの、また、あかんかったですわ。ね。で、1000円払ったのって聞いたら、いや、もうさすがに1000円は、もう2000円はちょっと払えんかったんで、あの、出てきました。つって。で、女の子は、あの、払ってね、もう一回チャレンジしてるって言うの。あ、そうみたいな。 うん、で、なんか、ごめんね、みたいな。まあまあ、ええですけど、カ春日さんがいたら、もしかしたらクリアできたかもわからんすね、みたいなことを言ってさ、ものすごい倹約なの。最悪だな。最悪。しかも幕張メッセだからさ、東京まで結構その、帰ってくるのにさ、時間かかるのよ。で、二人でその京葉線に乗ってさ、もうずーっと無言で。 何も言わずに帰ってきてさああもうただただそのマグハレまで行って仲が悪くなったっていういやお前のせいだけど <laughs> なぜ <laughs> 最低だねこのいつうん気持ちの悪い6つ目「オールナイトニッポン」「アサヒスーパードライド」<laughs> <laughs> <laughs>